アドミンさん、はい、サイバーレジリエンスとはそもそも何なんでしょうか。もともとこのレジリエンスって言葉が何かというと、まあ、人とか物の状態の表現で、こういったものをまあサイバー空間に適用していこうみたいな話がある。深刻なサイバーセキュリティリスクが顕在化したとき、まあ、組織的なリスクが顕在化したときに、ビジネスの損失を抑えるための事後対応という考え方がまあ基本的にはある。変革するべきところは変革していかないといけないと。